第1子の妊娠を発表した上後彩り、29、の巨乳化が話題になっている。今クールナンバーワン視聴率でスタートした木村拓哉、42、主演のドラマ、アイムホーム、テレビ朝日系、で妻役で出演している上戸の胸に、男女問わず注目する声が高まっているのだ。私生活での夫、ヒロ、45、との間に設けた妊娠中の第1子の出産予定は秋と見られ、当然だが、生まれてくる赤ちゃんに母乳をあげるため、乳房が大きくなるのは自然なこと。一般的には妊娠、出産でカップは2サイズアップすると言われているため、もともと F カップと言われる上戸は H カップまで巨乳化する計算だ。ドラマの撮影現場では上後出演者やスタッフが気遣う場面が多く見られるという。上戸さんの体調を最優先して撮影が続けられていますが、クランクインの時と比べて明らかに胸が大きくなっているんです。もともと上戸さんの居地は業界内で有名でしたし、何度も仕事をしているので、さほど気にしたことはなかったのですが、日に日に大きくなる胸に、どうしても男性スタッフたちは目が行ってしまう。本人も気になっているのか、休憩中はワンピースなどゆったりとした服装に着替えています。関係者。ドラマではエプロン姿やノースリーブワンピース姿の上戸を横から捉えたシーンで迫力ある居地が映し出された。今後は視聴者の目が上戸さんのお腹や胸に行かないように全身のカメラ撮りを減らし、上半身を中心にしたカメラワークになるそうです。ドラマの内容以外で話題になってしまうと、テレ朝初主演の木村さんにも申し訳ないですから、曲も気を使っての配慮だそうです。どう？そう入っても気になる上戸の居地だけに、好調の視聴率をさらに後押ししそうだ。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて動画を作成していきます。もしよろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。登録は下のチャンネル登録ボタンを押してください。ありがとうございました。